ダメだ。監督さん？カット！ダメだ。ここの衰退の原因は監督みたいだ。早く止めないと。どうすればいいですか、いつきさん。今まで通りなら監督の心を支配しているミラージュを引き離して倒せば。まったくよ、昨今の役者は天狗なってね。この俺のこだわりについてこれる役者がこれっぽっちもいねえじゃねえか。次、テイク158。俺を満足させるまでリテイクは続くぞ。俺はな、一瞬で観客を虜にするような演技を見てんだよ。俺自身、そんな役者に見せられたいんだ。カット、カット。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。ここじゃ俺の撮りたいもんは撮れねえ。嘘だよね。いつき、ここがダイバースタジオのイドラスフィア。緊張します。無理しないでいいからね、守り。いざとなったら俺たちが守るから。ありがとうございます。でも大丈夫です。今の私は以前の弱い私じゃありませんね、ドーガさん。はい、マスター、任せてください。イツキ殿も安心してください。私がマスターの鎧となり武器となり共に戦っていきます。ああ、頼む、ドーガ。敵だ、不意打ちに気をつけろ。はっ、ひとまずは安全か。敵だ、一気に決めろ。せい。カルネージファーム。私と一緒に頑張りましょう。なんか初めて見るのがいるよ。合わせないよ。こいつ初めて見るぜ。
俺の槍は初めて見るやつだ。慎重に行こう。バッチリ合わせるから、その技で行きましょう。俺に任せて。とどろけ。セッション行きます。ちっちゃん、お安い御用だよ。やった。お疲れ、みんな。俺の技、今の五木なら使いこなせる。消えたようだ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。敵の気配は消えたようだ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八かで。このまま引こう。俺を構えろ、イツキ。やっ。正気に戻ってくれ監督。あなたはミラージュに心を支配されている。黙れ小僧。俺は自分の意志で自分の目的のために行動して。おりゃ。あ、はい。何をボーッとしている。撮影。そんなことより。そんなことだと。撮影より大事なもんがこの世にあるのか。撮影を始めるぞ。魔法が敵のシンジケートが作ったバイオモンスター軍だ。魔法は次々に迫り来るバイオモンスターの攻撃を華麗にかわし、見事な反撃を決める。やれ、オリビア。いきなりそんなアクションから。どうしよう、イツキ君。キリアさん、頼みます。何か翼にアドバイス。アクションだったらもっと適任がいるでしょ。そうだぜ、ここは俺の出番ってもんよ、翼ちゃん。はい。ほう、息のいいのが来やがったな。トーマ、お前の熱いタン。行くぞ。
勝って帰ろうぜ。助かった。はあ、いいね。いつき、必ず奴らを止めるぞ。了解。難しいかも。走れ内藤。セッション行きます。一気に行きましょう。せーの、やった。この戦い絶対負けられないよ。失敗しないと。よかった、これで一件落着だね。お前の演技も良かったぞ。いずれあざす。おめでとう。ま、ざっと。じゃあ俺は次の現場に向かう。お前ら、監督を追おう。敵が現れたぞ。やっ、敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。俺が力になる。行くぞ。せい。手応えありそう。シン、私に力を貸して。任せて。逃げよう。俺が力になる。行くぞ。せい。戦いは回避できたか。敵だ。一気に決めろ。敵の気配は俺を構えろ。いつき。俺を構えろ、イツキ。せい。ザワ、強敵だぞ。団体さん、みんな注意して。ダメでした。
なバカな。ここまでだ。不意打ちに気をつけろ。敵が現れたぞ。せい。はっ。敵の気配は消えたようだ。これはミラージュの気配。はっ。戦闘開始だ。行こうみんな。バッチリ合わせるからね。仕入れろ。ここか。私から行くね。行きましょう。やってみるね。やったー。俺たちは負けない。俺を構えろ、イツキ。てらっ、てらっ。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。はっ。戦いは回避できたか。敵だ。一気に決めろ。やっ。ひとまずは安全か。はっ。俺が力になる。行くぞ。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。
俺を構えろ、イツキ。敵の気配は消えたようだ。けっ、いきなりか。やっ、戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。戦いは回避できたか。俺が力になる。行くぞ。はーい。敵だ。不意打ちに敵の気配は消えたようだ。敵だ。一気に決めろ。ひとまずは安全か。はーい。気をつけろ。戦いは回避できたか。イツキ、近いぞ。
ひとまずは安全か。敵だ。不意打ちに気をつけろ。やっ！敵の気配は俺が力になる。行くぞ！敵の気配は消えたようだ。ありそう。私に力を貸して。任せて。逃げよう。敵だ。一気に決めろ。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。せい。戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。気をつけろ。せい。ひとまずは安全か。俺を構えろ、イツキ。敵の気配は消えたようだ。敵だ。一気に決めろ。敵の気配は消えたようだ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。これはミラージュの気配。
敵の気配は消えたようだ。戦いは回避できたか。ミラージュの気配。はっ、せい。敵の気配は消えたようだ。そんなこと気にしてる場合じゃねえだろ。うん。死後は慎め。撮影を始める。今から撮影するのは人質を盾にしている犯人に向かって魔法が事件解決のため犯人に優しく語りかける魔法だが、その最中に魔法はくしゃみをしてしまい、この回の見せ場であり、役者の演技力がものを言うぞ。翼、やれそう？うん。何が頑張ってみるか、オリベ！そんなの見るまでもねえんだ。局のお偉いさんの意向で主役に起用することになったけどな。すみません。お前が謝ることじゃねえ、オリベ。素人だろうと大根役者だろうと、演技できるようにするのも監督の手腕のうちだ。つうわけで、お前が感情移入しやすいように特別なセッティングをしておいたぞ。翼！お姉ちゃん、どうだ、人質役が自分の姉なら犯人の説得にも身が入るだろう。やめて！犯人役はやる気十分だぞ、オリベ。人質を助けたいなら。ちょっと待ってください。ブギー、監督に近づく。やめて！お前も黙っていろ。お姉ちゃんに手を出さない。今は役になり、さっきの現場を思い出してくれ。監督が納得できるいい演技をすれば。でもやっぱりさっきみたいに、
守り、急に演技に関してだったら、そうよ、いつき、翼こ、ヘリーちゃん翼、大事、お手本を見せてあげるわ。ハリウッド仕込みの私の演技、エレオノーラ。さっきの赤いのといい、おせっかい。行くわよ。エリー君、分かってるね。貴族的に。行くぞ。犯人さん、人質を解放して投降し。近づくなと言ってるだろう。でも。本当にこの人間は俺たちモンスターの気持ち。犯人さん。人間に迫害され、俺の家族は。あなたの気持ちはわかります。あなたには。てめえ、勝手なことばっか言いやがって。いい加減にしろ。確かにお前は大切なもんを失ったかもしれねえけどな、今でもお前を愛してる奴がいるんだよ。俺は間違っていたのか。ざっとこんなものね。口だけかと思ったらパッションが感じられたぜ。パッション？エリーちゃん、パッションだよ、英語で。知ってるわよ。私食べたことあるから、ハリウッド的には常識よ。エリー、実際に演技してみてどう思った？今の翼に演じられそうかな？イメージしてみる。10秒ちょうだい。翼、助けて。大丈夫だよ、いつきくん。絶対に成功させてみせるから。いえ、無理だと思うわ。ただでさえ性格が変わる瞬間が苦手なのに、今回はアヤハが人質になってる。冷静に演じられるはずがないのよ。アヤハを確実に助けるためには、先に演技の方針を決めるべきよ、翼。待っててね、お姉ちゃん。絶対に戻ってくるから。演技の方針だけど、まずは相手の心情を汲み取りなさい。それを相手の心情。もしかして翼って理屈で考えるの苦手？考えるより先に体が動く。それは確かに。薄々思ってはいたけど、はっきりした。翼は自分自身に置き換えないと登場人物の心情を理解できないタイプ。じゃあどうすればいいんだろう？それが難しいとこなんだけど、アヤハって前にも敵に。ああ。それをきっかけにすれば犯人の心情をつかむことができるかも。犯人の心情が鍵になるわけか。だったらそのヒントを探すために一度事務所に戻ろう。俺が力になる。行くぞ。
パフォーマーが集まるミラクルステージブルームパレスへようこそ。聞いてお兄ちゃん、ユニティがパワーアップしたよ。パワーアップしたユニティ、忘れずにチェックしてね。新しいレディアントスキルが作れるようになったよ。どんなのができるんだろう、楽しみだね。このレディアントスキルはもう覚えてるよ。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。やったね。え、次は何をするの。パフォーマーが集まったら、あれ、この写真なんで、写真なんて見つけてるのよ。って、翼ちっさ、いつの写真よ。これはお姉ちゃんがあの事件に巻き込まれるちょっと。その写真、知ってるわ。あやはさん、その写真持ち歩いてたんですか。ええ、お守りなんだって言ってた。お守り。ちょっと照れるかも。その時翼のことも少し聞いたわ。応援してくれる可愛い妹で、笑顔も可愛い。自分よりアイドルに向いているかもって。あやはが言ってる笑顔と今のだらしない笑顔は別物よね。だらしない笑顔？別物かはわからないけど、あやはの見る目は確かだったと、アイドルになって証明したわね、翼。お姉ちゃん、待ってて。絶対に助け出すからね。これは使えるかもしれないわね。感動してるとこ悪いけど、翼にちょっと聞きたいことができたわ。何かな。家庭の話なんだけど、もしあやは、え、想像してみて。そうなってた時自分はどうしてたか。お姉ちゃんが殺されてたら復讐しようとしたんじゃないの。そんなのわからないよ。でもすごく辛くて、その相手は絶対に許せないと思う。ありきたりの答えだけど、感情がこもってるわね。うん、それが答えでいいと思うわ。答え？今翼が感じてる心情が犯人の心情なのよ。犯人は家族を殺された憎しみで犯罪に手を染めたって設定でしょ。じゃあ犯人が抱いている心情は、お姉さんを殺されたらという時の翼の心情と。なんだか犯
犯人の心情が分かったら、あとは翼なりの言葉で彼の心を動かせる言葉が翼の中から。私の掴めたようね、翼。はい、善は急げよ、翼。今掴んだものをハリウッド的に新しいレディアン。どんなのが。これでいいかな。それじゃあユニット、もっと羽ばたけ。私監督さんを納得させる。翼、今からそんなに緊張してちゃ本番までにクタクタになる。肩の力を抜いて、いつもの演技をするために必要なものは。うん、私自分その息よ。さあ、アヤハを助けに行きましょう。うん、ミラージュの気配。来たか、オリベ。今度こそちゃんと演技ができるんだろうな。じゃあ衣装着替えろ、オリベ。監督さん、私の演技にドキドキしてね。始めるぞ。よーい、スタート。犯人さん、人質を解放して投降してください。あなたにはまだ。近づくなと言ってるだろ。でも本当に
この女を殺すぞ。人間は俺たちモンスターの気持ちを分かっちゃくれねえんだよ。犯人さん、人間に迫害され、俺の家族は許せねえ。人間ども、これは復讐だ。アイムアベンジャー。あなたの気持ちはわかります。でもあなたは全てを失ったわけじゃない。あなたにはてめえ、勝手なことばっか言いやがって、いい加減にしろよ。確かにお前は大切なもんを失ったかもしれねえけどな、今でもお前を愛してる奴がいるんだよ。そいつの気持ちまで裏切るつもりかよ。そんなこと私が許さねえ。あんたのためにもな。俺は間違っていたのか。カット。じゃあ正気だ。うまく人物をつかめてたぞ。多少アドリブは入っていたが、それでいい。それがいい。間の取り方やセリフの端々は演技の一役者の領分。それをうまく調整できてこそ一流よ。ああ、そいつはお前の演技のためにお前の姉に化けてたんだ。あなたという人、人質役と犯人役のモンスターはもう用済みだから片付けといてくれ。次が最後の現場だ。遅れてくるんじゃねえぞ。クールだって言ってんだろ。お姉ちゃんに化けてたこと許さないから。いけるいける。失敗しない。私のやりさばき決まった。俺から行く。今だ。俺や、よっしゃ、勝って帰ろうぜ。助かった。最高にしびれさせてやる。歩いた道、いいね。いつき、必ず奴らを止めるぞ。了解。それよ、グロム。解き放つ。うわ、みんなついてきて。今のお安い御用だよ。うわいいね。そんなバカな。まだいけるか、カイン。任せろ。ありがとう。うわぁ、くそ。よし、もう一頑張りだね。全部なぎ倒すよ。いつきくん、しっかり。翼もな。よかった。ありがとう。これだ。元気になれたよ。
せ。間一髪。しっかり立たなきゃ。これなら。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。難しいかも。しびれろ。みんなついてきて。私たちの勝ちだね。みんなのおかげだ。二重人格の敏腕刑事真帆、天才的犯罪者を追う先に現れた意外な人物。追い詰められる魔法、彼女を苦しめる過去の因縁と、謎あり、笑いあり、涙あり、スタイリッシュクライムアクション、ハクションデカ魔法。この後すぐ。日本の平和は私が守ります。クション。てめえに人の道ってもんを教えてやるよ。なかなかやるじゃない翼。これなら本当のドラマ撮影でもうまくやれそうね。だといいな。そのためにも早く監督を解放してやらないと。そうね、さっさと次の現場行って今度こそ監督を乗っ取ってるミラージュを倒すわよ。うん。俺が力になる。行くぞ。せい。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。せい。敵の気配は消えたようだ。せい。敵だ、一気に決めろ。敵の気配は消えたようだ。左か。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。戦いは回避できた。これはミラージュの気配。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。敵の気配は消えたようだ。
俺を構えろ、イツキ。セイフ。敵の気配は消えたようだ。これはミラージュの気配。戦いは回避できたか。これはミラージュの気配。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。セイ。戦いは回避できたか。いきなりか。敵の気配は消えたようだ。てらっ。敵だ、不意打ちに気をつけろ。敵が現れたぞ。俺を構えろ、イツキ。敵の気配は消えたようだ。イツキ、近いぞ。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。戦いは回避できたか。これはミラージュの気配。
敵の気配は消えたようだ。俺を構えろ、イツキ。ひとまずは安全か。俺が力になる。行くぞ。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。まずは安全か。イツキ、近いぞ。敵の気配は消えたようだ。気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。はーい。まずはバッチリ合わせるからね。ちぎれろ。私から行くね。いいわね。大丈夫、翼ならやれるわ。ありがとう、私頑張るね。あっ、よかった。5000円、ありがとうございます。は無理。飛んでっちゃえ。苦手なんだよね。まずは俺が行ってくれ。おりゃすげえ。俺たちこの調子で頑張ろだ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。
敵の気配は消えたようだ。いつき、近いぞ。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。敵の気配は消えたようだ。気をつけろ。はっ。はーい。今の俺はミラージュマスターなんだ。その技でいきましょう。ちぎれろ。よくねえな。えい、いいわね。頑張った成果が出ると嬉しいよね。初めて見るやつだ。慎重に行こう。難しい。ちぎれろ。なんか初めて見る。失敗しないといいな。失敗しない。吹き飛べ。こいつ初めて見るぜ。やってみねえとは。たぎるぜ。よし、この調子でガンガン行こうぜ。これはミラージュの気配。
ひとまずは安全か。俺を構えろ、イツキ。戦いは回避できたか。表現など無価値なり。撮影を続けるぞ、オリベ。監督さん、やっぱり監督が納得できる撮影を完遂するしかないみたいだ。それよりオリベ、俺はお前に感心してるんだぞ。ズブの素人がよくここまでついてきた。頑張ったご褒美にグッとくる最高のラストに修正してやったぞ。説明してやるからよく聞け。ついに事件の真犯人を突き止める魔法だが、真犯人は魔法の恋人だった。葛藤する魔法、刑事と犯罪者という相対する関係になってしまった二人は、涙ながらに最後のキスをする。まさにクライマックス、テンションマックス。え、キスそうだ、キスだ、ベーゼだ、口づけだ。犯人の恋人役は、そうだな、お前がやれ。え、俺？キスシーンくらいできねえのか。それでも表現者か。やっぱりお前をキャスティングすべきじゃなかった。プロの女優がキスシーンくらいできて当然だぞ。私やります。いつきくん、いい？どうすんのよ、いつき。するの？翼とキス。面白い展開になったな。お前ができないって言うなら
俺が代役やってもいいぜ、いつき。いや、俺がやるよ。いつきくん。でも、セリフは覚えてるの？あなた。ああ、多分大丈夫だよ。エキストラでも出演者には違いないんだから、覚えておいた方がいいかと思って。まあ、剣に言われたおかげだけど。ん？いや、なんでもない。ごたごた言ってねえで撮影始めるぞ。私たち、もう一緒にはいられないんですね。ハクション。え？カットカットカット！くしゃみすんのは魔法だろうが！セリフ間違えてんじゃねえよ！すみません。いざ行くぞ！私たち。そうだな。俺たちはもう別々の道を歩んでしまった。あなたのこと愛しています。こんな俺でもか。たとえあなたが何者だったとしても、あなたと一緒にいた時間の価値は変わりません。でもこれで最後。魔法。やっぱりあなたと離れることなんてできません。たとえ世界を敵に回しても、70億の人間より私はあなた一人を選ぶ。魔法。カット。演出の基本は省略だ。キス自体は見せず、そんな、私のけ…オリベが本気だったおかげで素晴らしい絵が撮れた。そしてオリベをその気にさせたお前も。ありがとうございます。この腐り切った時代にも日本映像界の未来に明かりが見えた。よかった、翼監督を。いつき君とみんなのおかげだよ。あとはミラージュ。いや、まずここで終わりじゃもったいない。行く先にさらなる大きな壁があるからこそ。え？思いを確かめ合った2人の前に、事件の真の黒幕が登場だ。全ての犯人を裏から操る凶悪魔法を消し去ろうとする最強の敵との戦い。なっ、剣矢代、お前を急遽黒幕役にする。受けた仕事は果たす。ついに監督の味方。勘違いするな。俺はこいつに従っているわけだ。だったらどうして。確かめたいことがある。確かめたいこと。オリベ翼。あんたの上質なパフォーマーは家にふさわしいわ。その力、あっ、やめろ。彼女は日本。お黙りなさい。もう鬱陶しいわ。
組んでいた。日本映像界の未来。これは。ミラージュが分離しかけている。今だ、イツキ。はあ。私を引き離すなんて。でもちょうどよかったわ。ニエが見つかった今、こんな熱苦しい男の中にとどまる理由はないのよ。剣、私も一緒に黒幕役をやってやるわ。織部翼を我が物に。勝手にしろ。誰があなたのものなんかに。絶対お断り。失敗しないと、失敗しないといいな。失敗しない、失敗しない。吹き飛べ。手応えありそうだな。助かった。やってみねえとは、やってみねえとわからねえ。どうよ、俺の槍は。どうよ、毒に侵される気分。もう一つおまけ。どんどん行こう。せーの。すごい威圧感だ。だけど、一か八かで落ちろ。よし、倒したぞ。この俺がここまでか。退場させてあげるよ。おしまいはこうやるのよ。ドラマチックに。優雅だわ、優雅だわ。今、ぼーっとしてなかった？瞑想してただけだよ。失敗しないといいな。全部なぎ倒すよ。いいわね。始めよう。よろしく。おりゃあ、しからん。せーの。今の俺の敵じゃねえな。難しいかも。乗れろ俺の。聞いたぜ。始めよう。この日を逃すな。任せて。続いてください。せーの。自信を持て。お前なら勝てる。バッチリ合わせるからね。走れ。ナイコン。私から行くね。一気に行きましょう。やってみるね。優雅だわ。うわ、奇跡でしょ。やった。ライガの動きを思い出せ。その技でいきましょう。燃えろ俺の。じゃっくり始めよう。よろしく。そうね。じゃあお任せだよ。辛い時は私に言ってね。やった。翼と一緒に頑張って。よし、今ならいける。俺たちがやるんだ。準備 OK だよ。走れ、ナイコン。押したな。みんな、ついてきて。じゃあ、やってみるね。やった。ひどい。まだよ。
件落着かな。これは一体。ツルイニが確かめたかったことって一体何だったんだ。お前たちの力だ。いいのかよ、イツキ。追いかけなくて。大丈夫だと思う。それより、俺たちの力を確認してどうする気なんだろう。さあな。俺にはあいつの考えてることなんてわかんねえわ。さ、スタジオに戻ろうぜ。喜んでばかりはいられないわよ。本番の撮影はイドラスフィアでの演技以上に気合い入れてかないとダメなんだからね。うん、頑張る。オリビア。あ、監督さん。オリビア、撮影はこれからだ。記憶があやふやなんだが、なぜかお前と撮影した気がするんだ。俺はオリベに演技指導をして、お前は必死で食らいついてきた。オリベの演技がどんどんいいものになってった気がするんだ。どうやら彼の中で記憶の改ざんが起こっているようね。なるほど。でも翼の演技のことは覚えているみたい。オリベ、演技指導の時のような演技を、いや、それ以上の演技を本番でも見せてくれよ。これからの日本映像界を担っていくのはお前たちのような若者なんだから。違います。なわけないでしょ。私見たんだから。あなたがものすごい勢いでひったくり犯を。だからそれは私じゃありません。じゃあ何なのよ、そんな奇抜な服装の刑事が他にいるっての。この服装署内で流行ってるんです。絶対嘘だ。私は仕事がありますから。どうやら捕まえられたがってる星がどっかで私の噂してるみてえだな。いいぜ、待ってな凶悪犯。この真帆様が人の道ってもんを教えてやんよ。やっぱり彼女こそ伝説の二重人格刑事、ハクションデカ真帆。アクションデカ真帆、クランクアップおめでとう。前評判も上々だし、放送が楽しみね。おめでとう。
それとお疲れ様、翼。ありがとうございます。大変なことばっかりだったけど、無事に真帆ちゃんを演じきれました。特にエリーちゃん、たくさん助けてくれてありがとう。あ、私？うん、エリーちゃんがいなかったらあんなにドキドキする真帆ちゃんにはならなかったと思う。まあ当然よね。ハリウッド的に感謝しなさい。うん、また演技のお仕事が来たらもっといろんなことを教えてね。いいわよ、その時は教えてあげるわ。その代わり覚悟しなさいよね。次はハリウッド的な演技をビシバシ教え込んであげるんだから。ね。あの二人すっかり打ち解けてるな。ああ、そうだな。このドラマ、エリーちゃんと樹くんも出てるし、楽しみね。剣さん？なんで剣がここに？ああ、遅かったわね、ヤシロくん。どういうこと？どういうことってこういうことよ。あやは、紹介よろしく。みんな知ってると思うけど、彼は剣ヤシロくん。今日からフォルトナの所属になるから仲良くしてあげてね。剣さんがフォルトナに？そうだ、島崎舞子とは話がついている。それと俺の呼び方は社でいい。葵いつき。なんで俺たちの仲間に？お前たちは勝利という形で俺に力を示した。以上だ。え？理由それだけ？それだけで十分だ。俺は今まで一人で戦ってきた。その過去の自分を否定する気はない。だが今の俺はより強くなるために新たな仲間という可能性にかける。これが俺の偽りない本心だが、信じられないならお前の剣で俺を好きにしていい。わかった。ヤシロ、ヤシロ、これからは。俺を失望させるなよ。失望って、仲間になっても中身は変わってねえのな、お前は。ひねくれてやがる。トーマさん、あの…マモリちゃんは本当にいい子だな。トーマ、いいこと言ったね。守りがかばってくれたことに感謝しろよ、ヤシロ。くだらん。なに？てめえ、表でやがれ。その口二度と叩けんようにしてやる。ダメです、おじちゃん。